ドーントレス二 2810V 型紹介艇。ドーントレス c r 三十四型紹介艇。シーアークドーントレス紹介艇は、シーアーク社が開発した複合型紹介艇ファミリー。世界各国の軍や公的機関、また民間企業によって多数が運用されている。二十八フィート級の二 2810V 型及び三十四フィート級の c r 三十四型は、 アメリカ海軍に採用されて、ドーントレス型高速小海艇と通称されて運用中である。アメリカ海軍は2001年頃より複数種の複合型小海艇を調達して運用しており、シーアークドーントレスもその一つである。2001年7月、アメリカ海軍は最初のドーントレス小海艇として14隻の 2810V 型を発注し、2001年10月から、 収益し始めた。これらはいずれも中型港湾保安艇として太平洋艦隊に配備された。最終的に52隻の 2810V 型が調達されたと言われている。また2002年5月にはより大型の CR34 型の調達も開始され、こちらは少なくとも56隻が調達された。これらは港湾の保安のほか 重要水路の警備などを担当する。ド音ントレス小海艇は、警報近星の船体及び、上部構造物と膨張式の二体から構成されており、非常に優れた旋回性能を有している。機関は、小型の 2810V 型では、船外機式、やや大型の CR34 型では、船内機式を採用している。武装としては、八百十0位型では、 戦備甲板の両舷にピントルマウントを設置している。また、CR34 型ではこれに加え、戦備方向を向いたピントルマウントと操打室の前方にコックピット式の基銃座を設置している。非常に小型、軽量であるので、航空輸送が可能であるほか、ドック型揚陸艦のウェルドックに収容しての輸送も行われる。 ウェルドックに収容されて輸送される CR34 型紹介艇。他に、ウィラードマリン社製のリブである、ウィラードマリンキングストン紹介艇などがある。ありがとうございます。